ショートケーキ。でもさ、このケンケンパーもさ、通じないよね、これね。え、通じるよ。通じるかね。通じる通じる。ケンケンパーだよ。やっぱりね、伝統は引き継いでいかないと。お、俺ら伝道師か。伝道師。決まってんじゃん。あ、決まってん。決まってん。決まってんじゃん。決まってんから10年も、もう、街は見てる。Big way。 なんか川だね、ここね。目を覚ますと忘れかけてた女の声が響く。おはよう。今日約束してたっけ。その時はまだ思ってない言葉が出た。部屋の隅々をあさり出す5人の女の背中に。何探してんの。何？え？え？え？まさかの現実に復讐の文字が頭に浮かぶ。外は晴れ、俺の部屋は荒れ。黙って認めろ、俺はやられる。今日この場で世代が灰になってここに来た。黙って認めろ、俺はやられる。今日この場で捨てた愛が鬼になってここに来た。あ、どうしたの。ちゃおちゃん。あ、いや、リンちゃん、なんで私が最初なんだよ。あ、失敗な話。なんで芝居って言ったらさ、なんでもないのに、なんでもさ、マジックボックスオリジナルメンバーのひとしさんは7年ほど前までこちらにあったヒレの中で蕎麦屋さんを12年間ほど営んでいました。この辺りの土地はひとしさんが何度も行き来していたものでしょう。現場からは以上です。
ないか。あーもうなんかペコペコ、もういい加減お昼にしてよ、もう暑すぎて。何変われるのかな、女だ女、すげえな女。何もない部屋で一人冷めた飯、書いては消して消しては書いて捨てるメモ、宛先なしの別れの手紙。な女な女、すげえな女。な女な女、すげえな女。な女な女、すげえな女。女女に飲むに甘いレモン。持ちな自由に年中夢中、持ちな自由に年中夢中。認めろ俺はやられる今日この場で、捨てた愛が灰になってここへ来た。黙って認めろ俺はやられる今日この場で、捨てた愛が鬼になってここに来た。泣いてるうちに謝ればよかった、バカって言われて反省すればよかった。泣いてるうちに謝ればよかった、バカって言われてるうちに反省すればよかった。認めろ俺はやられる今日この場で、捨てた愛が灰になってここに来た。黙って認めろ俺はやられる今日この場で、捨てた愛が鬼になってここに来た。泣いてるうちに謝ればよかった、バカって言われて反省すればよかった。分かってるつもりが生まれるクローリー、もうこれが最後、そうこれが最高、もうこれが最後、そうこれが最高。ブラ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 。わかってるつもりが奪われるグローリー、もうこれが最後、そうこれが最高。わかってるつもりが奪われるグローリー、もうこれが最後、そうこれが最高。わかってるつもりが奪われるグローリー、もうこれが最後、
そう、これが最高。わかってるつもりが奪われるグローリー、もうこれが最高、そう、これが最高。ブラー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 、どういうことなんだよ。一人一人の余計が分からなくなってるんですよ。あなた昔の相棒のことが心配じゃないですか。バカ野郎、何なんだお前マスコミは。そもそも紛争だ、性加害だ、やれ国民のみんな暗くなるようなニュースばっか取り上げて、もうちょっとみんな明るくなるような話題持ってこれんのか。だからこそマジックボックスなんですよ。あの何のためにもならないチープでチップでチップンカップなマジックボックス、マジックボックスこそ。でも、もうそれ以上言うな。だからこの分断されたもう弱き者たちが淘汰されてくるこの世の中を変えてくださいよ。あ、どうも、ご飯来たよ。おお、なんかうまそうだね。おう、じゃあ食べようかね。あ、ごめん、ちょっと電話来ちゃった。あ、ザオちゃんだ。あ、もしもし。あ、もしもし、ゆびえちゃん。あの、ちょっと聞きたいことがあったんだけど、最近ね、なんかマジックボックスが再起動するって話を追っかけてる記者がいるんだけど、ベイちゃん何か知ってる？ああ、そうなの。なんか物好きなマスコミもいるもんだね。いや、あとさ、そのベイちゃんはひとしと連絡取れんの？ほう、いや、だからひとしくんのことを知っている人を知っている人を知ってるみたいな、そんな連鎖な感じかな。うん、だからあんま詳しいことは分かんないけど、うん、あ、ごめん、あのザーちゃん、あのこれから飯だから、また今度折り返すよ。そっかそっか、分かった。うん、はい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 、どうも。じゃあよろしくどうぞ。はい、どうも。はい、お待たせ。